よいよ2話が始まりますね、はい、見どころはどういったところでしょう。僕と真柴さんがある約束をするんですよ。すげえ久しぶりに指切り現場した。あ、しましたね。あと桜すごい綺麗なお花見のシーンも見れるかと思います、はい、で真柴ちゃんは SNS がいじれなかったりと、うん、そしてお家の中でまた真柴ちゃんとシュンがうちキュンな展開にもなってありますか。ご自身のなんかここ見てよ、指切り幻漫。指切り幻漫です。見どころは流行れ指切り幻漫、見てねー。